ピットロード700分の1スケール海上自衛隊イージス護衛艦 DDG179 マヤです。こちらは、イージス搭載、護衛艦マヤ型の一番艦として2018年7月30日に進水したモデルになっております。そしてこちらのは、メーカーで塗装を組み立てしました、日本の、写真になっています。で、キットの方はこのようになっております。まずこちらが、船体のパーツです。で、船体の方は、洋上モデルとフルハルモデルと選択で組み立てられるようになっています。そしてちょっとこちらが破損しやすい細かいパーツが、クッション材にくるまれてますけれども、ここに、細かな偽装パーツが入っています。でこちらが艦橋の、部品なんですけども、このように、一体成形で、こう形がもう作られています。でこちらが、艦載機のヘリコプターや、スクリュー、細かな偽装品などの部品が入っています。でこちらがフルハルモデルにした時の、こう飾る台になってます。でこちらの方が、デカールシールです。部品は以上になります。そして、こちらが、組み立て説明書になってます。まずこちらに、この、船の解説と、あと、この実際のスペックや装備などがここに書かれています。そして、開いていきますと、まずこちらが、パーツの、リストになっています。そして組み立ての方はまず船体から、作るようになります。でこちらは、洋上モデルかフルハルモデルかを選択して組み立てていってください。でフルハルの時はこのようにスクリューとかこの、船底の部品などを作っていきます。で次に、マストを作りまして、で艦橋の方を作っていきます。そしてこちらも艦橋の製作の、続きになります。で細かな偽装品ですね。ここにあります。イルミネーターや、90式の、艦隊、艦、とミサイルの発射装置や、そういったのをつけていきます。そして、こちらがヘリ格納庫の、組み立てになります。でこちらの方にも、いろいろこういう偽装品や、装備などをつけていきます。そして、組み立てました、艦橋と、ヘリ格納庫の部分を、船体の方にセットしていきます。そしてまたこちらの方に、船体の先や、後ろの方ですねにいろいろ細かなパーツをこうつけていきます。そして最後に艦載機を、組み立て搭載して船台に、置いて、船の完成になります。あと、こちらの方が、塗装やあとデカールを貼る位置の説明になっております。で、塗装の方はこちら、クレオスの水性ホビーカラーとミスターカラーで指定されています。で、こう、でこちらの方を参考にしていただいて、デカールを貼ったり色を塗っていてください。
あと一番下にあるのは装備の、名称などが書いてあります。これで以上です。